昨日のあれ地域おこし協力隊となりまして9ヶ月が経ちました。でなんとかこんにゃくをですね広めていきたいということで、どんなことをしていこうかいろいろ考えて、やっぱり一番最初に思っていたことは皆さんに体験をしていただこういこう体験をしていただこうということをずっと思ってたんです。それでですね本日やっとこうやって体験ができるようにしていただきたいと思います。こちらが皆様がお持ちの絞り袋でございます。この中にですねお玉を使いまして、このこんにゃくの素、海苔といいます。これを詰めていただきます。そうしましたら、上を輪ゴムで縛っていただいて、はい、下をハサミでチョキンと切っていただきます。そうしましたら絞る準備ができます。お隣に鍋が沸いております。こちらにぎゅーっと絞ってですね絞りこんにゃくを作っていただくと。そしてそれが出来上がりましたら、もう先ほどからお汁を煮てあります。で絞ってできた糸こんをですね実はお蕎麦のように召し上がっていただこうと思っております。その一連の作業でございます。簡単にできますのでね、それではよろしくお願いいたします。まずはお玉を使って絞り袋の中に入れていただく。まず縛るそうですね。入れ口を縛っていただく。はい、で絞り口をハサミで切っていただく。ここはセンスの見せ所でございますよ、ね。ちょっと細く切った方がね、細めに切れますからね。はい、あそんなに細く切った。細く切りました。ご説明は1cm ぐらい切るとちょうどいいかもしれない。一気に出すと綺麗だわ。そうですね、それ。そうですね。これのものすごく口がちっちゃいから。ちっちゃいからもう少し切る。こうだ、なかなか苦手だよ。もうすぐ分かる、お前だ。なんで、だってこれ、これ自分で責任持って食えよ。キャラクターが出るね。人が出るんでしょ。そうすれば一回やっぱり。こんにゃくって熱いとお湯が熱いとこうやって硬いんですけど、実は氷に入れるとものすごく柔らかくなって、冷たいと柔らかくなるんですね。で熱いと硬くなる。茹ですると膨らむ。だいぶ煮立ってまいりました。さあ茹で上がったようでございますね。はい、はい、ザルにあげます。太いのがいいなんかみんなこうなすの。うちの方では一応絞るんで絞り込んでやるっていう感じ。はい、まずはじゃあ、はい、メディア